さあやっていきます。どうもアザラシでございます。シェンムー実況の、これ合ってる？合ってないかも。ふわっと始めてしまった。ふわっと、いや合ってるよ合ってる。今これから骨董屋探すんだね多分。あ、ちゃんとこれメモ帳見よう。骨董屋は弁当屋の向かいと。もしや、ほう、ちょっと待った。ちょっと待った。どうすればいいんだろう。どうすればいい？プログラム開いて、クローム出しとこう。これかかってなかったか。シェンムーエピソードだな。忘れがち。サブイベだな。サブイベ、シェンムーサブイベ発生状況。ちょまずいまずい。タイムストップをしとかないと。今のこのサブイベが何かみたいなことをやってる間に時間がすごい経ってるってことだな。結構はまたこうイベント飛ばしてんじゃないかなという恐れがある。恐れがあるっていうか実際飛ばしてたんだよ。日坂の頼み、そしてスケバン QT、弁当の配達ってこの辺軒並みやってないからね。実はやるの忘れやるということ知らなかった。これも見てないね。子猫は元気にも。バー横須賀へ入ると発生するなって。ハートブレイク福さんっていうのが。でもこのもうここ行ってるしな。対決起床ってやってるしな。でここも見てる。これは見た。ちょっとわからんね。ちょっとわからんね。何を見ていけばいいかわからん。何のイベントが発生させることができるのかちょっとよく今の状況ではわからないね。多分サブイベないね。せいぜいあるとしたらでもこれ紙多少ネタバレになっちまうな。サブイベやっぱあんま見ないようにしとこう。バイクに引かれたんじゃないか。うん、まあ、特にないでしょう。今はまだないでしょう。あれ原崎がいね。返事をしようと思って。あれ原崎勝手に反応した。ああ親父、俺に何か残してくれたの。ボタンを押さずにした。お父さんが。お父さん。ああ、じゃあまた。うん、塩対応。ちょっとじゃあまたなんじゃなくて、もうちょっと話してあげようや、原崎と。原崎葉月くん、私でよければいつでも相談して。わかった。じゃあな。いや、あ、お兄ちゃん。誰だよ。プロレスごっこしよう。知らねえわ。また今度な。知らねえわ。原崎、葉月くん、私でよければ目が死んどる。いつでも相談して。わかった。死んだ魚の目をしている。原崎、葉月、無茶し。わかった。もうコット屋のある位置分かってっからな。どうしよう。とりあえずまあ行きすがらに一人の話をしながら。あ、りょうちゃん、いいねさんに重くて悪い用があるので。デート。いえ、コット屋へ。なんだいす。ええ、今から行く。あ、いいよ、やっぱり悪い、ごめんよ。いえ、かぼちゃぐらい持って帰ったらいいんじゃないでしょうかね。買って帰る手伝いぐらいしたらいいと思う。行くか、もう行く。いや、ちょっと待ってくれ。ちょっと街を一周してね。こういうところがある、俺には。つい
例えばほらお祭りの屋台だったらさ、できる限りこう全部見てから行きたくなる。中村しかおらん。田島はどこにおるんだ。田島は、田島に会うことがほとんどないな。あの人あれだ、入れ墨のおじさんだ。おいおい、入れ墨のおじさん。どうも。よう、また会えたな。また寄ってくれよ。寄ったっけ、なんかあるんかな。この人誰だろう。ごめんなさいね。ちょっと丸っこい人だ。じゃあに何か起こりそうな感じもしねえな。まあ、サブイベントなんで見た中に入ってなければ何か起こると。お、あれクリスマスセールが始まる。知らんかった。小峰さん。いや、いらっしゃい。骨董屋ってこの通りにあった。はっきりわからん。服部さんに聞いてみた。服部さんってスポーツ店のあの人。商店聞いてみます。はい、服部さんに聞きに行くの。ここだけど、ここだよな。あの向こうに見えてるのが骨董屋だよな。あ、違うわ、その横だ。魚吉の横にあるやつじゃなかったっけ。一応中村と会話していく。中村。葉月くん、何してたんだ。考えてたの。何を。ゆりちゃんなんでオロオロしてるのかなって。オロオロ田島が。うん、でもちゃん、のぞみちゃん、葉月くん、何か。俺は別に。そう、じゃあな。じゃあな。一周してもう一回。中村。ねえ、エリちゃん、どう。さあな。じゃあ俺行くから。はぁ、塩対応だな、この葉月亮という人。塩対応。おっと、サンタクロース発見。おい、なんだこの人。すいません。メリークリスマス。誰。はい、何か。え、骨董屋さんの場所って知ってますか。ああ、文化堂さんならホクホク弁当さんの向かいです。まさにホクホク弁当の前にいるけど。誰、あなた。あの、骨董屋の場所の。メリークリスマス。これ高い。古着屋ウォータードラゴンのお隣です。古着、お安くな。どうも。え、このサンタの格好したおじさん、誰なの。街の中にいる人なの、普段から。一応スポーツショップで話を聞けばわかる。ちょっと待って、今の子供あれじゃないか。骨董屋の子供じゃないか。今一瞬したこいつ。いや、こんにちは。こんにちは。この声。あの。あ、おじいちゃんお店にいますよ。もし用事なら。用事でも。ありがとう。つけてみようか。この子をつけてみようか。付け狙っていく。よほど暇なんですね。あ、魚飼ってる。へえ、偉いね。一人で魚飼って偉い。ほら、魚飼わなかった。このまま追尾できないんだな。視線だけ追うだけだ。追尾モードなかったっけかな。この子供がどこに行くのかが少しだけ気になる。うん、しかし視線が消えた。今度はマリー商会に行った。骨董屋の娘がマリー商会で油を売っている。最後はこれゲーセンに行くんじゃねえかな。最後はゲーセンに行きそうな気がするな。治安完全に治安ですね。うろうろしている。この辺りからこっそり覗こう。観察。あの、
メリークリ北欧クリスマス。どうも、はい、あれ消えた。俺がサンタのおじさんと話してる間に消えてしまった。こっちじゃない、こちらか。あれ、このベーカリー屋さんが今店の中に入ってる。こっちからじゃ入れないのに。シェムってこう、知ろうと思えば結構いろいろなんかギミックがあるというか。あれ、田島いるじゃん、久しぶりに。田島。え？なあ。なあ。そうそう、のぞみからやっと聞き出したんだけど、うん、あの子葉月に言ったみたいね。言ってないぞ。あのさ、こんなこと私が言うことじゃないけど、うん、のぞみのこと真剣に考えてあげてよ。それは俺も思う。分かってる。それは思う。まあ、真剣に考えたからこそ返事を先延ばしにしとる。ある意味チャラくないから、ね、その場ではいオッケーみたいな感じでね、一夜限りの関係をみたいな感じにならんから、まあね、ある意味真剣なんかもしれんけどね。でも存在にさ、なんか返事を先延ばしにするのも。中村。ねえ、エリちゃん、どうして。どうしておろおろ。じゃあ。うん。ね。返事をなんかこう、全然しないっていうのは、ダメだ。もう話ができない。それより骨董屋の子供がいなくなっちゃった。神隠しじゃ。神隠しじゃクリスマス弁当があるらしい。いらっしゃい。骨董屋さんってどこでしたっけ。頭おかしいぞ。骨董屋さん、文化堂さんだよね。目の前に見えとるけな、ええ、やだよ、りょうくん。目の前じゃないか。え？後ろ、振り返ってごらんよ。何があるかな。わかったかい、りょうくん。さすがに骨董屋さんはうちの真ん前だよ。さすがにバカだな。はい、ありがとうございました。さすがにバカが露呈してしまったな。骨董屋も来てるしな、何回か。この骨董屋にはついに何回か来てるという。うん、ごめんください。ごめんください。おお、良い音でしょう、うん、蝶々夫人が特別に作らせたものです。ほら、マダムバタフライ、ご存知の。知らん。お宅、葉月先生のところの。ああ、これはこれは、この度は先生が飛んだことに。ああ、ああ、先生に頼まれてたものがあるんです。どこだっけな。非常に演技が、あ、そうだ、このおじいさんの動きもそうだけど、声もそうだけど、よく磨かれた動きと声をしている。先生から磨き上げてくれとお預かりしたものです。親父から。刀の唾だけ。葉月家の跡取りが18歳になられた折、代々受け継いでおられると伺っております。唾だけ。刀の唾。親父、私でお役に立つことがあれば何のこと。先生には随分とお世話をしていただきましたので。うん、何か他にも預けていませんでしたか。刀の唾には興味なし。他とは宝鏡という鏡とか。宝王の鏡。まあ、
昔はこういう感じなのかな。なんかそうですか、骨董屋に物も預けることができるというかね、売るわけでもなく。ありがとうございます。ありがとうございます。おもむろにポケットにゴソゴソと、最初にあの入れてあったあのなんか箱みたいなものついでにもらった方がよかったんじゃないかな。もうあのジーパンの後ろポケットにゴシャって入れたけどさ、なんかその18歳になられた折に大事にしとけよというやつをさ。ランテンに鏡は渡せない。てん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 。これがあれかな、ミキさん。ミキさん、おっ、りょうくん。骨董品に詳しい人を探してるんですか。骨董品に詳しい人、大石さんに聞けば。大石さん、文化堂の大石さんですね。お弁当屋さんの前の。うん、そう、行ってみます。ありがとうございました。文化堂の前の大石さん、わからん。ちょっと待って、その前にあの一応サブイベで今一瞬見て見たところで分かってる、そのここのスズメ公園に竜理髪店の人がいるらしい。サブイベが、竜さん、また君か。教えていただき、私に天竜治癒という天竜治癒という言葉なんです。それは香港島に伝わる伝説だ。香港に、太古の昔、父なる天より生まれた九つの竜が、母なる大地で育ち島の神となった。その後神は島の人々の親となり友となり、未来永劫親しまれたという伝説だ。なるほど、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、何、礼には及ばん。え、何それだけ。おー、でもメモがビシッと書き込まれたな。ビシッと、こう、香港島に伝わる伝説、天竜治癒。父なる天より生まれし九つの竜、母なる大地にて育ち、やがて土地神となる。神となった竜は親として友として人々に親しまれながら、今も香港島を厄災から守り続けているという。へえ、なんかそういうの面白いよね。そのなんだろう、あのいろんなその神様の末裔がさ、代々こう受け継がれて今に至るみたいなね。なんとなくエアーみたいなもの。またまだマリー召喚にいた こやつ。一応話しかけてみよう。こんにちは。こんにちは。あの、あ、おじ、もし用事なら。その話はさっき聞いた。大石さんに聞けって言ってたっけ。絹代おばさん、いらっしゃい。骨董品に誰か知りますか。それなら骨董屋さん。そうします。え、もう一回行けんいいのこれ。まさかのもう一回行けばいいのかな。3時53分。ほい、大石さん。大石さん、いらっしゃいませ。刀の鐔のことなんですが。ああ、これでいいんか。これは見事なものですな。私も細心の注意を払って、なんかセンターの原告になんか刀の鐔のについての、親父は何か言ってましたか。なんか小論あったよね。お話ししたことぐらいですか。3年ぐらい前。そうですか。もうちょっと前かもしれない。大石さん、あの刀の鐔も結構なんか語ると語れるんだよね、実は。どうぞ
大切に。平安時代の頃の刀の鐔はなんかこう磁金でなんかこう武骨なやつが多いけど、だんだんこう仏教的な意味合いがとかさ、芸術的な意味合いがとか、そういうのが出てくると思うんだろうかとか、先生の洒落神戸とかね、大事になさってください、刻まれていたりとか、なんとか何の役にも立たんかったな。大石さんの話は、大石さんの話は聞いたぞ聞いたぞ。どうすればいいんですか。一応知ってる道場に入って、なんか掛け軸の裏にあったでしょ、はめられそうなマークが。あれだってのはもう知ってんだ。そこに導かれていけないよね、この段階ではね。誰かからかヒントもらえるかな。一応原崎と話しとこう。原崎くん、私でよければ。まあもう分かった。この刀の唾なんだけど、何か意味があるものなんだろうかとか聞くかと思ったんだけどな。サンタ、おいサンタ、ヒントくれ。メリークリスマス。メリークリスマス。ミリタリーショップクリタ、全品お安くなってます。クリスマスセール中です、ぜひご来店を。いえ、いいです。あ、塩対応してるよな。他の人にも割と存在に扱ってもいいみたいに思って喋ってるような、いやいいですみたいな。それはちょっともうちょっと人間味のある返答をしてあげてほしい。赤坂さん、赤坂さん、よう、どうした、どうした。そのジーンズ少し色落ちして、でも新しいやつも。いや、今度にします。そうか、それじゃ。じゃあ一応刀の唾だから、刀の唾に詳しそうな人に聞いてみるか。刀の唾に詳しそうな人に聞いてみるか。ここに生まれたこの命、わわわわ。いいかな。シャキッと歯ごたえ。あのさ、兄ちゃんよ、まあタメ口はかまわんが、用もねえのにこんなとこ気安く入ってくんなよ。ここがどういうとこか教えてやんねえとわかんねえかい。いやじゃねえ。あのさ。あのさじゃねえよ。出入りすんなよ。狭っ苦しいぜ。本当だよ。悪いじゃねえよ。あのさ、こっちは兄ちゃんに用はねえんだよ。こんなとこ出入りすんなよ。みんなが心配するな。いい人や。悪いじゃねえよ。もうこのこのスクールボーイをなんとかしてやってくれ。詳しい人を知りたい。悪いが、わからねえな。わかったよ。わかったじゃない。完全にヤクザ屋さんなのにさ。悪いが、ちょっと考え事していてよ。すまないが、お引き取り願えるかい。お、時間が23分50秒になった。この辺に切っとこうか、一応。バキッと切っときます。とりあえず家に帰るか。感じですけどね。まあ一応ここで中途半端ではありますけれども、時間が時間なのでここで一旦切ります。パート21でした。あまりなんか進んでないな。骨董屋に行っただけなのに、その後なんかうろうろしてたから、よくねえな。まあ次はもう道場に行こうとは思います。ではパート21でしたって言った今。22かなこれ。22ですね。パート22でした。では、パート23で。ということで、ほなまた。